とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、リンクの武器、槍だね。槍のすべての隠し刻印、見ていきたいと思います。それでは、早速、行ってみましょう。それでは、まずはこの武器、木のモップ。一つ目、攻撃速度 4% アップ。二つ目、ラッシュダメージ 22% アップ。攻撃速度アップがついてていいんだけども、攻撃力の高い木のモップ、見たことがないです。次の装備はこれ。トゲボコ槍。一つ目、魔物素材が 11% で追加ドロップ。二つ目、通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる。この通常攻撃、最後はクリティカル攻撃になる。良さそうに見えて全然良くないもんね。そして続いて、竜骨ボコ槍。一つ目、魔物素材が 15% で追加ドロップ。二つ目、注目中の敵へのダメージ 11% アップ。これはなかなかいいよね。注目中の敵のダメージ 11% アップ。ものすごく強いスキルです。さあ続いてこの装備いきましょう。畑のフォーク。1つ目、センサー登録中の素材が 17% で追加ドロップ。2つ目、草からの素材アイテムドロップ率 17% アップ。これは素材を集めるのにもってこいの武器だね。次、モリブリン槍。1つ目、攻撃範囲 5% アップ。2つ目、回避性能 20% アップ。無難だけどもあんまり良くないかな。さあ次行きましょう。竜骨モリブリン槍。1つ目、売却すると売り値アップ。2つ目、合成経験値 440% アップ。2つともなんでっていうスキルだね。なんでこの2つがついた。さあ次行きましょう。ガーディアンランス。1つ目、古代素材が 6% で追加ドロップ。2つ目、敵からのダメージが 5% 減少。微妙すぎる。 5% ダメージ減少したところであんまり変わらないもんね。次はこれ、ガーディアンランスプラス。1つ目、古代素材が 10% で追加ドロップ。2つ目、雷属性の影響を軽減する。この属性の影響を軽減するスキル、あんまり意味ないと思うんだけどね。ガーディアンランスプラスプラス。1つ目、古代素材が 17% で追加ドロップ。2つ目、状態異常にならない。状態異常にならないスキルはめちゃくちゃいいんだけども、古代素材の追加ドロップ微妙すぎる。ここがね、攻撃速度とか範囲だったら本当にね良かったんだけども、なんとも残念だな。さあどんどんいきますよ。投擲槍。1つ目、空中に浮かせた敵にダメージ 10% アップ。2つ目、ダッシュ攻撃ダメージ 22% アップ。2つとも超微妙。強化リザルスピア。1つ目、攻撃速度 4% アップ。2つ目、空中攻撃ダメージ 22% アップ。槍ってなんか空中攻撃ダメージアップよくつくけど微妙だと思うんだけどね。次はこれ、兵士の槍。1つ目、攻撃範囲 13% アップ。2つ目、敵を倒した時にハートが一部回復。2つともすごくいいよ。すごくいいけども、兵士の槍の攻撃力高いの見たことないんだよね。騎士の槍。1つ目、攻撃速度 8% アップ。2つ目、通常攻撃ダメージ 7% アップ。速度はいい、攻撃ダメージが上がるのはいらなかったな。ちょっと惜しい武器だね。攻撃力高いのも出るのでちょっと惜しい騎士の槍。次、双刀リザルスピア。
1つ目、攻撃速度 8% アップ。2つ目、強攻撃ダメージ 7% アップ。攻撃速度はいいんだ。いいんだけども、ダメージアップはそんなに意味がないから、別のやつだったらよかったんだけどな。残念。3打の槍。1つ目、合成経験値 440% アップ。2つ目、空中攻撃ダメージ 17% アップ。合成経験値アップ。なんでついてるんだ。結構ついてるやつあるけど、なぜつけた？わからないね。王家の槍。1つ目、攻撃速度 13% アップ。2つ目、注目中の敵へのダメージ 11% アップ。槍はね、王家の槍が俺は一番使いやすいと思うんだけどね。結構いいスキルだよ。さあ、もう少しになってきましたね。この絵の槍、空中に浮かせた敵にダメージ 20% アップ。2つ目、ハート満タン時ダメージ 7% アップ。ちょっと微妙かな。この絵はちょっとね、どの武器にしても微妙なスキルが多いんだよね。獣王の槍。1つ目、必殺技ダメージ 14% アップ。2つ目、ガード時受けたダメージの 20% を敵に返す。なんとも微妙だね。このガードの時にダメージを跳ね返すやつが、これね、ベリーハードじゃないとあんまり意味がないっていう、そんなスキルだね。それでは最後の武器です。重心の槍。1つ目、ハート満タン時ダメージ 7% アップ。2つ目、攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。重心系はどれも強いんだけど、槍だけはね、微妙だなぁと思うんだけど、どうでしょう。はい、ということで今日はリンクの武器、槍の隠し刻印を見てみました。いくつか足らないかもしれませんけども、ご了承ください。まあ槍はおそらく王家が一番強いと思うので、それ一択でいいのかなと思いますよ。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。